中スタイルと新設競争を求め攻防3連休の頑張る中一日を通して良い向かい風での戦いということになりました。引き続き安定番仕様そして一周レースで争われます。第12レース予選競争をラストバトル1号艇重成和人、2号艇上田隆、3号艇武田義、4号艇志賀文也、5号艇大津愛、6号艇中越博、以上の選手の対戦です。本番レースは4号艇志賀文也が予選に回って6号進入ということになりそう。絶好は雰囲気を集める重成和人です。今日1号艇は果敢な攻め、そして2マークは巧みな展開で見事逆転勝利、シリーズ初の星もう一つ勝って明日の予選最終日を控えたいところであります。そして勝つために策を練り、そして技術を尽くします。2号艇上田隆が2号、3号艇が3号艇武田義一で勝つまでが2号、本番レースは4号勝つまでになりました。ここもリングを変えての戦いとなります。お気合いパワーによりなりません。6号艇中越良樹、5コースから6コース回りとなった4号艇菅文也、依然として強い控え下で安定番仕様を2周レースで争われます。この終わりだ。